はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回、前回ですね、カイドウもぶっ壊れキャラのカイドウ使って、この2つクリアしたんですけど、あとロビンがな、ロビンがこちらでクリアしたんですけど、次は、史上最大の事件ということでやっていきたいと思います。で、コメント欄の方で、システムで、超難しいに変えれますよってコメントがあったんですけど、あれなんか、最初のトレジャーログの説明で、なんか、トレジャーログは難易度は変えれないみたいな感じで書いてあって、一応試したんですけど、そんなにてか全く変わらなかったので、システムで関係なさそうですね、残念ながら。これで超難しいんできたらよかったんだけどね。まあ、ということで、前回、このぶっ壊れのカイドウを使ったので、今回はどうしようね。コメント欄では、やっぱりカイドウがすごい使ってほしいってコメントが非常に多かったんだけど、ビッグマム行く？それか白ひげもう一回行く？白ひげも強いぞ。エースいいな！エースもあり。エース、あと使って、まあジンベイとかも使ってないね。赤犬も使ってないか。赤犬も気になるな。ルッチもかっこいいけどね。じゃあちょっと赤犬使ってみるか。いやでもエース行きたい。エース世話の焼ける。もうエース戻ってきて。もう本当にエースが動いてるとこごめん見たかった。でメラメラの実って本気バースなんだ。かっこいいな。飛剣とかめっちゃ前使った時超強かったからね。そっか、これ白ひげがいるんだ。あ、ルフィいけるぞ、これ。継続的にダメージ与える炎の結界を張る。なるほど。いや、これ一番強そうだな。まあでも、とりあえずちょっとスキルスロット開けて、まあ自動回復はちょっと使わないとこ。ちょっとね、強すぎるわ、自動回復は。メラメラ、まあ本気バースターちょっとレベル上げてこないといけないし、ちょっとね、あれはちょっとさすがに、ああ、ちょっとずるいなって。まあそんなに上げずに行こうか。最初はね、あんまりやりすぎるとちょっとつまんなくなっちゃうから。で、自動回復は使わないからね。ヒーローの体も多分使わないから、こういう感じでもうガンガン、まあ、なんか本当に新世界編だと本気でやばいらしいから、まあそれをちょっと楽しみにしていきましょうか。で、あとスキルスロットが、あとコインコレクターあたり入れとくか。コインが足りないからね。じゃあ行くぞ、出航だ。エースだ。冒険の匂いがする。ああ、いいなー、いいなー。ルフィと一緒に動けるの嬉しいなー。ああ、マジで強えんだ、エース。いや、エース強いんだよ。まあ、これまだイーストブルー編ってのもあるけど、それ抜きにしても多分強いと思うんだよな。で、あとね、カイドウやっぱりコメント欄でもあったんだけど、やっぱね、もうめちゃくちゃ、ルルルなんで、おい、お兄ちゃんだぞ。お姉ちゃんで何をするというのかね。何をするというのかね。私はお兄さんです。 I am お兄さん。 I am brother of お兄ちゃん。私 I am お兄ちゃん。 OK。 お兄ちゃんだからブラザーは本当に許さないさ。おお、誰だ今、なんだこの炎。エネルか、エネルがいるか。キャロットクリスは、エネルかなんかいるか。強いでしょ、私。そうでしょ、リータちゃんいるもんね。いや、本当に強い。だって、普通に攻撃してるだけで飛ぶもん、消し飛ぶもん、人があって。ウソップおめえ、どこだ、ウソップ、どこだ、ウソップ、待て、おい、ウソップ。ウソップじゃ、あれ、僕、どこだ、ビクション。ウソップ、待て、お前たちには言わない。ウソップに俺が興味がある。ウソップ、待て、ホーキンス、お前、無視だ。ウソップ、お前だけは絶対許さねえ。許さねえよ。肩くりだと、待って、まずホーキンスから行こうか。まず君から行こう。はいはい、よし、いいぞ。ちょっと待って、ウソップ、まずは俺ウソップしか見えてないぞ。待ってね、ウソップを倒させてくれます。あいつの鼻をへし折って、あいつの鼻をへし折って。おい、ウソップどこだ。あれ、ウソップ、ウソップ、ウソップ、ここか、ウソップ。おい、ああ、落ちすぎた。ウソップどこだ、ウソップ、おい、ウソップ。ダメだ、迷った。ウソップ、くそ、やつの作戦か。ちょっと待ってくれ。ここウソップ受けて、あそこなんで、あそこ行きたいんだよ、ウソップ。あんなとこまで行ってんの。ちょっと、待って、逃げてんの、あれ、ウソップ、もしかして。油断したか。待って、逃げてんの、あいつ。おい、ウソップ待って、白ひげのマンション、ウソップ、出られねえよ。逃げるな、卑怯者。そのまま進みなさい。なんか今いなかった。あ、今ここか、びっくりした。任せろ、ウソップだけは絶対許さねえ。そう、敵分かってるな、これ。ウソップを引き、その引き付け役にすれば、トライアングルが追ってくるって分かってるわ、あれ。完全にバレてる。でも、あれ、いけないんだが？ちょっと待って、ウソップ、積んだ。ウソップのとこいけません。どうしよう。ちょっと待って、無理無理無理、ちょっと待って。
せえの。ちょっと待って、ウソップ待ってくれ、ちょっと話し合おうぜ、ウソップ。ごめん、俺が悪かった、ウソップ。ウソップ、あっちか、あっちか。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、どっちだ。ウソップ、ウソップ、くそー迷ったー、迷っちまったよー、ごめん、ウソップこっちか、こっちかで、いや、そりゃ迷うよ、難しいべさ、ここは。おい、ウソップどこだ、ウソップ、ウソップどこだ、こっちの、こっちか、このルートの、ようやく1回2回あるから分かんないんだよこれ。ここ通ったら、わっ、くんくんくん、ウソップの匂いがするでござる。やばい、結構離れて、結構離れて、いや、しかし追いつけるぞ。マグチカッペさん、あなたは大好きです、ウソップも大好きです、しかしウソップの鼻だけは許せないんです。えいウソップ好きだからね。おい、ウソップ、何逃げてんだ、待てよウソップ、一緒に遊ぼうぜウソップ。待て、海賊隊長、お前じゃない、お前が愛してない、ウソップ、ウソップ、何やってんだおめえ、ウソップ、ああ、逃げも隠れもしねえよな、そうだよな、サンキューな、ウソップ、ウソップ、さらばだ、うわあ、撃てなかった、今撃とうと思ったのに、ウソップ、火柱で燃え尽きなさい。さあ、次は、次はどこ、痛い、かわいいな、まあ一応これはなんかもう戦ってるっていうかな、どういう設定なんだろうね、このトレジャーログは。なんか組手みたいなイメージなのかな、なんか。うわー、コトク味方になった、あれコトクで敵じゃなかったっけ、うわー、誰だ、スモーカー、ね、スモーカーなんか怪奇症じゃない、スモーカーさ、すごいあれじゃん、出てくれるじゃん、なんかめっちゃ、なんかスモーカーなんだろう、なんかよくいるよね、そのさ、その参加型のやつに絶対参加してくれる人。とりあえずスモーカーくんは絶対この子は来てくれるからみたいなさ、なんかだいたい行けますみたいな、行けない時のが珍しいみたいな、いるよねたまに、そういう人じゃん、スモーカーくん、めっちゃいい人じゃん、そういう人すごい好かれるからね、なんか計算できる人じゃないけどさ、僕も野球の社会人クラブやってたから分かるけど、絶対その参加率がめっちゃいい人、すごい好かれるから。いや、いいわ。そしてエースが強すぎるわ。やっぱ強いね、エース。その、なんだろう、全体攻撃も強いし、単体攻撃に対しても強いから。あ、村人、大丈夫か、チョッパー。チョッパーと負傷した村人、すげえ。助けるぞ。私は医者だ。老後だ。医者って、チョッパー医者じゃないの。どうして、俺は医者だ、よし、傷を見せて、どう、かっこいいな、よし、とりあえずこれでリーダー取った。さあ、あとは誰だ、今回応募したらいいだろう、またカープかな、そうだよね、バーン、おいおいおい、なんで村人、おい、ちょっと、いや、村人、ちょ、村人大丈夫か、村人、村人すごいね、体力、バージェスの攻撃受けてもやられないってどういうこと、ね、バージェス、さよならさん、イースト、また新世界とかでまた会おうぜ、強くなってな、今はまだインストグルだから簡単にやらせてもらってるが、新世界とかになったら恐ろしくなんだろう、知ってんだぞ、ガチで勝てないですよ、海賊なんだっけ、新世界の海賊無双だったっけ、なんか本当にその名前 なんだっけな、それがなんかすごいマジで難しいらしい、それは本当にあのなんかキャラクターの能力全部マックスにしないと勝てないですよみたいな。バジェスちゃん、黒ひげを連れてきてくれ。さあ次だ、四皇を支える男だ、岡田くんめっちゃ何回も同じこと言って褒めてくれるじゃん、ありがとうね。次はこっちか、次どこだ、いやー総大将だ、どこだ、サボサボサボ、どこ、ちょ、でも全員倒したいな、でもちょ、先サボ行くか、もうサボ行っちゃ近いしな、でもな、ちょっと誰が出た、誰が出た、敵ブルック、あーブルック、まあでもあと海賊隊長だったらいいか、主要キャラだけ倒そうか、ブルックと、ブルックよっ、翔さん、勝負でーす、ブルック、おーい、パンツ見せてくれ、よし、ブルック、お前のパンツ何色だ、ほら、いけ、いいぞ、かわいいな、チョッパー、焼いて食べちゃいたいわ。さあ、あとは、あ、村人、大丈夫だよね、大丈夫、達成したよね、大丈夫、サボ、何、何すんの、やめてよ、攻撃するの、サボ、マジでかっこいいのよ、サボ。
いいね、エースとサボいいな。ここにルフィが合わさったら最高ぞ。まさかサボ君もメラメラが使えるというのか。私まだ死んでないのになんでメラメラ勝手に使おうとしたんだ。許せねえな。それは許せねえな。サボ使ってないか、ごめんな、使ってねえよ。冤罪だ。嬉しいな、かっけ、かっこいい。エースマジでかっこいい。やばくないこれ。炎をまといしエース、さすがだ。 SS やオッケー。なんか全て S にしないとなんかグランドラインとか新世界できないっていうコメントもあったから、またまあちょっとあの前回のロブンちゃんの時に A 取っちゃったけど、まあまたあれはやり直して S 取っていけば大丈夫でしょ。よし、じゃあ次でござるよ。いや、シャンクスも早く使いてえな。シャンクスがほんとグランドラインクリアで OK になったからね、すごい優しいじゃないけど、思ってたより全然早く達成できそうでよかったわ。じゃあ次は史上最大の事件、これだね、ここの A だね。あとは、あ、ここも A だったのか。あー、そっか。倒した数だったかな、確か。時間か？どうだったっけ？まあ、とりあえずじゃあこれ行きましょう。解放への希望。うわ！金の、いいね、これ。サボのやつかな。革命軍と共に立ち上がれ。悪党どもの支配から縄張りを取り戻し、人々を苦しみから解放せよ。革命軍、悪い感じ。どうなんだろう？まあ、今回も適当な感じなのかな。適当って言ったらあれだけど。じゃあ、次は、まあ、使ったキャラクターで、その、別の使ってみようか。その、え、まあ、でもエースでいいかな。せっかくだから今日はエースがいっか。世話にあげる。そうだね、同じキャラでガンガンいってこ。なんかその、こういう時こそチョッパーとか使ってもいいのかな。じゃあこれでいっか、そのままいきます。さあ、敵はあー、ミスタースリーと、まあまあまあ、絶対後から来るでしょ。エース、サボ、イワンコフ、いいね。なんかイワンコフの仲間率多いじゃない。まあ戦い、まあ、さっきのステージよりは全然戦いやすそうなリッチな感じはするから、まあいいんじゃない。さっきのあのウソップの時はマジでもう 迷いに迷ったからな。あれは無理だべや。さあ行くぞ。いや、エース強い。なんかまあ強いキャラクター、なんか四天王的な感じの中にエースはいないんだけど、コメント欄では前回なんか5番目ぐらいに強いですよってコメントがあったんだよ、昔エース使った時ね、ストーリーで。だからそのなんだろう、その要は強い四天王の次ぐらいな感じっぽいね。わかんない、あのその方のコメントがあのあって確実だとしたら5番目その次に強いぐらいのはず。まあ一応ちなみに言うと4番目のあのなんか純伝道みたいな四天王みたいな感じのカタクリらしいんだよ。でその次っぽいんだよね、多分。なんかわかんないけど一応なんか5番目ぐらいっていうことなんだけど、まあでも大体なんか強いキャラクターにマルコとかすごい気になるけどね。強そうだけど、マルコ。あとルフィ強かったけどな、普通に使ってて。やばい、ギアフォース、ギア、ギアフォースに、あと、まあ、ギアフォースっていうか、スネークマンとバウンドマンのコンボがすごい強かったから。バージェス！バージェス！君もなんかよく参加率高いね。いいね。参加率高い子はいいよ。もう喜んでよ。多分次ぐらいでレベル3ぐらいになるのかな、多分これ。トレジャーログ。どんどん難しい。ん？まずこっちで。バージェスまだ来ないでしょ、こっち。何やろう。じゃあまず。どうだ、俺と手を組むか。おい、なんだ、同格に見るのはやめてもらおうか。え、まさか。お前ら、仲間に名乗ってるか、許さねえ。おい、いずれかぶっ飛ばせ。じゃあどっちもぶっ飛ばすわ。おい、どっちか仲間になるねよ。どっちも倒したいからな。どっちも倒したいから当たるぞ。二人とも倒させてくれ。いいです。ああ、なるほど、なるほどね。ドラミンゴは仲間になるって感じなんだ。いいよ、一緒に戦ドラミンゴとも戦いたかったんだけど。えいいね。でもドラミンゴが仲間になってくれたらちょっとなんかちょっと熱いな。こういう敵が仲間になってくれるのはやっぱり嬉しいわ。次は見どころがあるみたいだな。ありがとうね。どこだ、とりあえずなんかすごい嫌だな、これ集合体恐怖症ちょっと無理なんだよ、飛ぶとこトゲチック嫌なんだよ。俺と組まねえか、嫌とは言わねえよな。嫌じゃないよ、もちろんさ。よし、すいません、僕の心の中のトライアングルが出てきました。バージェスじゃな、また何度でもいいよ、新世界で会おうな。新世界でまた強くなって戦おう、楽しみだよ新世界が。あ、でもそっか、なるべく倒して S にしないといけないんだ、これ。そういえば。ちゃんと、戦隊ぐらい倒して、約戦隊ぐらい倒して S になるから、ちゃんと敵も倒しつつだね。どんどん、なんか、そういうモブ狩り、雑魚狩りとか言いたくないから、雑魚って言いたくないから、モブ切っちゃう。
できればモブ狩りをしつつ、ちょっと行こうか。あーでもダメージやっぱり受けないもんな、全然本当に。まだ行くときに、こんにちはー。よし、おい、ちょっと、よし、これで、ね、こんだけ倒したらもうあと1000いくんじゃない？先生いくでしょ、これ。かわいそうだ、熱そう。リーダーいた、ヘイリーダー、バイト変わってくるんだから、覚悟いいね。危険、危険。あとは敵、お、ディアマンできた、ディアマンでバーグ。バーグは本来なくなったし、どうしましょう。まずはディアマンと反撃開始。やだな、その言葉、その言葉が私嫌い。よし、これは敗北条件は多分僕の敗、僕が負ければだよね多分。ガレーラカンパニー進撃、それはダメ。待て、おい、待て、まず倒してく、一応倒しておきたいんだよ。もう目の前にいたら倒せなくなるのよ、病気なのそういう。敗北条件変更、なんだ。いや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 、これそれやる、待ってくれ、おい。まあさすがにそんなすぐやられんだろうけどさ、相性、要はいっぱいあの敵倒して、このガルーラ本社周辺を制圧されたらダメってことでしょ。だから多分まだ大丈夫、さすがに時間は全然ある。おい、お前だな、君だね、ディアマンテ君。はい、こんにちは、あなたには炎上していただきましょう。ディアマンテさん、あなたはどうやって炎上したいですか。そうですね、詐欺罪です、おしまいです、おしまいです、さよならです。よし、じゃあ行きましょう。次はバギーだな。私の愛するバギーがこちらに向かってくると思うと存続するよ。バギー待ってみようか。いやー、バギー待ってたよ、バギー、バギー待ってたよ、支えー、バギー、うわー、いやー、すげー、バギー、バギー、バラバラ、お前の腕を試させてくれ。出た、また遊んでる、ちょっとまた遊ぶのやめてもらっていい、ジョス。ニコロビン時もやってたよね、なんか耐久勝負。ちょっとねえ、それ遊ぶやつとまた別のことやってくんねえか、困るんだこいつ。戦ってくれ。いいんだ、そんな耐久ごっこしなくていいの。オッケー、よーしだな、聞きやしねえってのよ。まあ90人倒しは、まああとは総大将倒してる間にまあ約1000ぐらいいくでしょ。まあこれで S は硬いかな。あとはまあ S になる条件としては、クリア時間と、討伐なんで1000、 OK、 もうこれで S だから。あとは石田さん、またな、向かってくるやつは逃がさねえ、逃がさねえ、驚いたわ S君。あとは、まああとじゃあ海賊大将持っていくか。で、まあ多分総大将がどっかに出てくると思うんだけど、今回の総大将どうする、またスモーカー出てくると今回予想します。総大将じゃないんですけど援軍でスモーカー出てくるんだろう。てか地味にドグラミンゴも結構あれだよね、参加率高いよね今思ったけど。えざっ、これかっこいいよねこれ。あ、その協力会社ありがとう、いつも協力してくれるじゃんこれ。で、あとはもうここ来ちゃったけど、あーやばい、来た、テラミーだ、なるほど、あーちょっとテラミー、ベラミーちゃん、ベラミー待ってくれよ、総大将ベラミーかい。なあ、バウンティーらしにベラミー新キャラとして登場したらしいな、ベラミー。ちょっと待ってくれ、待ってくれ、まずこっちだ、まず追いかけるはこちらよ、ベラミーは後だ。おいベッチー、俺の大好きな大好きなベッチじゃないか、こんにちは、いいお父さんですね、意見を食らいませんか、そんなあなたに。そんなあなたにレボリューション、噛んだわ今、危ねえ、詰まったわ今、喉が詰まっちまった、もう思いっきりはゴージャスさんのモノマネしようと思ったのに、そんなあなたにレボリューションってやめてたのにな、クソ、悔しいなこれは。俺はちょっと海賊無双史上残る最大のリーダー、リーダーどうした、何逃げてんだリーダー。よし次ベッチ、もう味方はリーダーしかいないぞ。ベラミ、ごめん、ベッチじゃない、ベラミ、勝負しようぜ、ベラミは本当なんか柔らかいイメージなんだよな、まあ、そんな多分強いキャラクターでもないから、このトレジャーログだとさらにそんなに強く感じないんだろう。おっとかっけー、待ってか、これかっこよくない、このメース、うわーかっけー、これ赤犬っぽいよね、このなんか炎でなんかまとわれてる感じ、体が SSOK。
ッケー、よし、じゃあとりあえず今回これでエースでクリアしたので、次回なんだろうな。あーでも結構もらえた、やったコインコレクターあるから結構もらえたね。まあベリーはもう本当に結構いくらでもある感じになってきたから、ベリーは大丈夫だね。あとはコインが結構なくなりやすいから、そこだけまあちょっと注意しつつ、全キャラクターできればマックスまでやってみたいけどね、それ。全キャラマックスみたいな。さあ次が、はい、人気ありすぎの、うわーなるほど、人気がありすぎるのも困りものかな。何が勘違いしているキャベンディッシュを追っての海軍から守り抜け、キャベンディッシュ軍 VS 海軍で、その次が、これ、あ、誰が相手でも関係ない任務を全うせよ。今回の任務は海賊が支配する国の解放、民衆の希望は悪の軍団に託された、ジェルマ軍とバロックワークス。なるほど、この2つをちょっとやっていく感じね。このキャラクター、まあまたね、そのコメント見て、まあ、このキャラクターっていうかね、ちょっと使ってほしいっていうコメントがあったら、そちらのキャラクターをなるべくちょっと使っていこうかなと思います。まあでももうちょっとで、ここら辺早くやりたいね。4人でしか、4人で戦わせてくれるってことは相当強いってことだよね、これ多分。レベル 7! え？あ、待って、ここら辺から結構上がってるぞ、これ。レベル4でしょ。まあレベル4はまだ全然だわ。ここら辺結構やばいんじゃない？もう楽しそうだね。じゃあまあ行きましょう。じゃあ、今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。バイバイ。